はい、高橋義太郎です。今そばを茹でてるんですけれども、皆さんそばの吹きこぼれをどうしたらいいかって悩まれてる方いると思うんですね。例えば冷たい水を入れたり、火を急に弱くしたりとか、大変な思いされてる方多いと思うんですけど、私どうしてるかっていうと見てわかるでしょうか。こういう鍋の上にこういうしゃもじのようなものを乗っけておくんですね。そうすると、まあ泡がなくなって、吹きこぼれることは全くありません。まあ、ちょっとした一口メモという感じですけど、皆さん試してみてください。ではさようなら。